群里廃寺跡が乱園系中央の樹僧に、近堂跡、東跡、水底行動跡が所在。群里廃寺跡群里廃寺跡の一群里廃寺。跡は、徳島県美馬市美馬町銀南儀、岩生寺にある古代寺院跡。国の史跡に指定されている。徳島県西部、吉野川中流域北岸の戦場地に位置する。古くから、立密寺という寺院の跡地として伝承されたが、 国史跡指定時に、軍佐と廃時に改称された。1967から1968年度、及び2005年度以降に発掘調査が実施されている。ガランは、放棄自式ガラン配置で、近道を、西、東を東に廃する。徳島県内では、最古級の寺院跡になるとして注目されるとともに、旧美馬郡域に限定的に分布する段の、 塚穴型石室の古墳の存在を考え合わせて、団の塚穴型石室の古墳を映像した有力豪族が、美馬軍の軍事士族になるとともに、宇治寺として、軍佐と廃寺を営んだと考察可能である点で、重要視される遺跡である。地域跡は1976年に、国の史跡に指定されている。当跡、中山路の異常推定行動跡に生育。地域は、 東山約94メートル、南北約120メートルで、塀を持って区画する。創建時には、土塁で囲まれ、石敷が巡らされたと推定される。近道を、西、東を東に配する放規寺式仮覧配置で、主要仮覧として、近道跡、島跡の移行が認められる。移行の詳細は次の通り。近道、島の中間北よりには、高藤跡の存在が推定されるが、 これまでの調査では確認されていない。地域からの出土品としては、河原のほか、青銅商品、はじき、末期、住客付け板などがある。河原の供給量は、暴走カマート群と推定される。なお、地域中心部に立つ胃腸は、中山路の胃腸として、見増し指定天然記念物に指定されている。ありがとうございます。